ラフマジュンは、丸く薄いパン生地の上に、ひき肉、砕いた、野菜、玉ねぎや、トマトや、パセリなどの香味、粉末唐辛子や、パプリカや、クミニや、シナモンなどのスパイスを乗せ、オーブンなどで焼いたもの。ラフマジュンは、ピクルス、トマト、唐辛子、玉ねぎ、レタス、炙ったナスなどの野菜を包むこともある。トルコピザ、アルメニアピザ、のような名前で呼ばれることもある。 ラフマジュンはピザに似ているものの、そう呼ばれるようになったのはつい最近で、ヨーロッパでなく中東由来である。さらに、ピザとは違い、ラフマジュンは伝統的にチーズを使わない。自家製のラフマジュンラフマジュンはアルメニア、レバノン、シリア、トルコ、および世界のトルコ人、アルメニア人コミュニティで一般的な料理である。ラフマジュンはパン生地付きの肉を意味するアラビア語。 ラムバイアジーンを短くしたアラビア語、ラムアジーンから来ている。トルコ語では、アラビア語の本字であるラフマジュンとして知られ、アルメニア語では、ラフマジュン、ラフマジョ、または、ミッサハツと呼ばれる。中東の平らなパンは何千年もの間、タンドールの中で、束のような金属製のフライパンに乗せて調理されてきた。それらのパンは、肉や、その他の食材を包んで、 食べやすくしたり持ち運びやすくするのに使われてきた。しかし中世になって大型の石窯が普及すると肉やその他の食材を詰めたり乗せたりした平らなパンを丸ごと焼く、つまりパンとトッピングを一緒に焼くようになった。エスフィーハヤマナイシのような料理が旧オスマン帝国の国々、特にトルコ、アルメニア、シリア、レバノン、イラクで広まるようになった。薄い。 ナイラなパンにスパイスの下地を引いて肉を乗せたものはラハムバジンとして知られるようになり短くラフマジンやそれに似たような名前になった。ラフマジンはトルコ東部で普及していたが1960年以降は全国的に広まった。アルメニアとトルコの敵対関係の影響でロシアで開店したアルメニア料理店がトルコの反発を買ったことがあった。 ありがとうございます。